もクルスです。今日は Vlog です。今ね、駅である人と待ち合わせをしています。後ろの風景を見てもお分かりの通り、これから夢の国に行ってまいります。じゃあまずある方の到着を待ちましょう。ゲストが到着しました。それでは早速呼び込んでみましょう。どうぞ。こんにちは。いいね、いいね。はい、カホです。カホちゃんです。いい入り込み方ですね。テイク2です。さっきは切れちゃってたんで。そうだね、見切れてたんで。はい、あの、私も40代アラフォーにしてはディズニー結構来てる方だと思うんだけど、まあね、これほど最強の助っ人はいないということで、はい、今回はハロウィンのカホちゃんがおすすめする間違いないランドの回り方、はい、教えてもらおうと思います。はい、私は3日ぶりなので。でもまだ食べてないハロウィンフードとかもまだまだあるので、うん、そういうのも結構あるんだね。はい、紹介していければと思います。お初のものもあるということで、はい、早速行ってみます。あるので、それの抽選をしたいと思います。はい、はい、じゃあ抽選に行きましょう。今は、うん、あのアプリでできちゃうので。え？そうです。で、私1時間前までだと思ってたら45分前までアプリで抽選できるみたいなので、抽選場に行かなくてもアプリで抽選しちゃいます。何それ？はい。ファストパスもアプリで取れます。取りましょう。まずは。じゃあまずパレードを抽選したいと思います。はい、はい、とりあえず座っていいですか。じゃあ、はい、ベンチ行きましょう。はい、当たりますように。1個ぐらい当たって、当たって、ショーは見れないので、はい、次の柵を、はい、ファストパスを取ります。はい、乗りたいアトラクションはありますか。今日はもうおすすめなんで。あ、じゃあいいですか。カホセレクトで、高くなら、はい、便利になったね、アプリも。ホーテットマンションの価格ってちょっと早いので、うん、ちょっと後で取りましょう。はい、はい、なんかまずはお腹空いてますか。はい、空いてます。空いてます。そしたら、はい、空いてます。トゥデイっていう、おすすめとかが載ってる冊子だ。はい、冊子をとりあえずゲットしに行きましょう。了解です。はい、では、はい、今月はミニーちゃんです。いいじゃない、このワゴンも。はい、こんなにあります。腕っていうのだったらこれもう腕っていうのだったらもう OK。 なんかもう、いや、ビッグサンダーめっちゃ見た。ワクワクするね。ワクワクしちゃう。あ、どうしよう。あの、私のすごい絶対的おすすめは、うん、このクリッターサンデーっていう、何
んかさインスタ載せてたよね。そうですそうです、これ大好きなんですよ、アイスとチュロス同時に楽しめるっていう、食べたいなんですけど、あのアイスはパンプキンなんですけど、うん、チュロスはメープルなんですよ。ほうほう、だからパンプキンチュロスっていう大きかげてなるから、うん、どっちがいいかなと思って。どっちも食べたい。よくみんなお腹いっぱいにならないで帰れるね。そうですね、小分けにしないとだね、やっぱね。そうですね、今日はこれみたいな、うん、そうですそうです。でも一番かおちゃんおすすめのこれを食べようよ、はい、今日は。じゃあグリッターサンデー行きましょう。ということで、グリッターカントリーという場所に行きます。スラッシュマウンテンがあるところですね。おー、うん、あっちだ。はい、あっちです。あっちでしょ。行くぞ。今ハロウィン期間中は、うん、なんかこうパーク内にゴーストがちょこちょこいるんですよ。点々とあちこち行って。でそのところにあったお化けたちがいるので。なるほど。でここなんとここはあれが近いからだ。カリブが、カリブの会場が近いので、ここね、はい、近いから。なんとシャコーン、イエーイ、大砲じゃん。行って行って行って、イエーイ。こんな感じ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。そうですね、ここでパシャリと撮るのもあり。あとはかわいいね。お腹が空きました。腹ペコ。朝ごはんを朝ごはんをスイーツで食べるよ。はい、食べるよ、はい、だって一番最初かほちゃんからお茶しましょうって連絡があったのに、最終的になんかディズニーランドに来ました、はい、ありですね。ありです。そういうのもね、うん、朝一だと空いてていいわね。空いてますね。なんか優雅でいいね、はい、乗り物に朝一から並ぶのじゃなく、まさかのスイーツを食べるっていう。の通りに行けばゴーストに何体会える？6体。6体で今1体行って、次が2体目これだ。じゃじゃーん。近くにフルーツ屋さんがある、はい、フルーツ屋さんがあるので、多分それをイメージしてたと思います。ハワイアンゴースト。トロピカルゴーストね。トロピカルゴースト。ちょっと一瞬ちょっと先生、はい、ハワイに込んでいただいて。はい、こちらトロピカルゴーストでございます。ありがとうございます。はい、さっきなんか裏側にもいた、もしかして。いました。あちらにも行きましょう。よし、ずんどこずんどこ。あいたー。おー、こちらは鳥が、これあれじゃない、チキルゴースト。そうですそうです、正解。わー、すごーい、すごいすごい、かわいいじゃないか。
してください。でも、だって女子と男子バラバラに散っていったよ。もう行っちゃった、もう行っちゃいました。びっくりした。こんなことあるのね、はい、初めて遭遇した。始まったって言ったからね。でも私も初めてあんなゼブ見ました、うん、本当に、はい、なんか楽しい、やってるなぐらいからスタートするパターンだ、はい、よし、じゃあ次フォトスポットまた見つけましたんで行ってみましょう、はいはい。正解ですか？私的に、はい、か指刺されるなるほどね、なるほどね。皆さんぜひ真似してみてください。本当はカントリーベアシアターを指刺してるんですよ、ここの。あ、なるほどね、はい、全然伝わらなかったなるほどね。ハロウィンの時だけこの、はい、かぶっちゃってるのね。本当にかぶってるんだね。だっと作っていってみます。続いて、はい、あ、アイスも行きましょう。あ、アイスはどこ？アイスはもう近くに持ってきました。よし、少し待って、はい、はい、じゃあね、ゴーストを探して寄り道をしながらやっとたどり着いたのがこちら、クリッターカントリー73番のあたりですね。お店のオープン時間までまだ少しあったので、こんな可愛いフォトスポットで写真を撮ったりして楽しみました。私たちのクリッターサンデーが今、こちら
れて、はい、はい、到着しました。あれだね、紅芋の味がすごいする。ソースがいい感じに。これなんかホッコクエムと、なんかホッケーとコーンフレークが入ってますよね。とチュロスが刺さってるからめっちゃお得だね。値段は500円です。ボリュームたっぷり。チュロスが。そうやって食べるのはいいと思います。これはメープル味。はい。うまい、はい、一本になんてまとめきれませんでした。次回へ続くということで、ここからは今回のかほちゃんの可愛い写真をダイジェストでお届けします。題してかほと